あの1950年代のアメリカっていうのはですねまああのいろんなですね新しい出来事とかです、ね、物事が動いた年なんですね1945年に第2大戦が終わって世界一の大国になったわけなんですけどその結果冷戦構造というのが出てきてですねもう一つのライバル国ソ連というのが現れたでこのソ連っていうのが当時鉄のカーテンといわれるですね徹底した情報封鎖を行っていてで一体何をやってるのかどんな研究をやってるのか分からない アメリカの研究者や科学成果というのはどん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 宣伝されて全てが公開されているのに対してソ連はそれを一切ですね謎のまま出さないと。で、どんなことやってんだと疑心暗鬼の末にアメリカもですねソ連がこんなことをやってるんじゃないかまあソ連もしくは中国もなんですけども共産主義者たちがこんなことをやってるんじゃないかっていう猜疑心に駆られていろんな実験を始めたんですね。 えー、ロバート・ヒースというです、ね、天才外科医がですね脳外科医がですね1950年代のアメリカでですね統合失調症とかですね同性愛を治療するですねというなんかまあことを始めたんですよっていうのは1950年代はまだ同性愛っていうのが病気だと思われた時代なんですねでロバート・ヒースはそういうかわいそうな同性愛の患者ですね主に男性だったんですけどを治療するためにですね 脳手術をするということをあの思いついて実験を始めたんですでその後まあ紆余曲折あってロバート・ヒースのこの治療法は闇に葬られて、まあ、そうなんですよね。で若きこの天才脳外科医の名前もですね、まあ、そのやったこと功績自体忘れられてしまうと2000年代に入ってからロバート・ヒースっていうのはアメリカでもですねあの なんだろう神経科医の間でも知ってる人がほとんどいなかった状態だったんですけれども2020年代に入った今この脳に電気刺激を与えてです、ね、人体の機能を操るというです、ね、これがあの再び研究されるようになったんですねえそんな脳科学にまつわる衝撃の実話が書かれている「闇の脳科学」という本を岡田敏夫流のです、ねまあ、解説を交えながらです、ね、紹介していく動画です。 えー、闇の脳科学、文芸春秋だ、ね。サブタイトルが完全な人間を作るというサブタイトルなんだけども、なかなかね、あの、濃い本です。えー、患者 B19 号は24歳の男性でホモセクシャル。で、えー 一番最初、冒頭プロローグからですね、患者 B19 号の異常な経験が一人称で語られます。で何かというと、彼は自分の頭に外科手術で何か埋め込まれてるんだよね、脳の中に。で、4本のコードが後頭部から出ている。その4本のコードが床を張って隣の部屋に伸びている。隣の部屋に何があるのかわかんない。多分、医者がいるんだろう。で、それを気にしてはいけないと。医者のことを意識するな、コードのことも意識するなというふうに言われている。 B19 号は自分がいる部屋を見渡すと真っ白な部屋に白い病院用のベッドがあるとまあ一応あのねあの落ち着いた色のラグとかが引かれてリラックスできるようにしてあるんだけども実は普通の病院の白い部屋とでベッドの上にはあの下着姿の若い女が座ってるとその下,下着姿の女の人というのは実はまあ職業的な風俗女いわゆる売春婦と当時言われた人らしいと B19 号には分かると。 で彼女には2時間分の料金を払っているので焦らなくてもいいっていうふうに医者にはあらかじめ言われてるとで B19 号は女を見つめたと実は彼は B19 号はホモ,ホモセクシャルだからそれまで若い女を見ても何の感じなかったどちらかというと苦手感があったでも女が自分のベッドの横をポンポンと叩いたとこっちに来なさいという意味で B19 号はやっぱまだ女の目が見れない で、仕方なく壁に向かって自分のことを話し始めた。で、自分のことを話し始めるうちにだん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 口調がちょっとね、強くなってきてしまった。例えば家族との問題。1900年、ね。 あの、これ、あの、60年代の話なんだよね。1960年代で自分がホモセクシュアル、ゲイであるっていうことは、家族にもなんか、やっぱバレてしまうわけなんだけども、その時にやっぱ家族はそれを病気だと思うから、治療しなさいとかと言ってくる、そういう家族との問題、あとドラッグのこと、ドラッグやってたんだろうね。年上の男たちにどんな風になんかこう扱われてしまったか今まで、自分がゲイであることへの嫌悪感、同性愛であって、女を愛する異性愛で、 でないいっていう、そのこと自体にも嫌悪感があると。自分自身がホモであるゲイであるというふうなことに B19 号は嫌悪感を持っているんだよね。で B19 号はゲイである自分を憎んでなんとか治療したいこの頃は治療っていうふうに言われてたんだよね治療したいと心の底から思っていた夢中で B19 号話してると女がその話を聞きながら服を脱ぎ出したし下着を脱ぎ出したとで裸のおっぱいを見ているとなんだかワクワクしたと。 あの、この気持ちこそ B19 号が昔から自分に欲しいと思ってるものだった。B19 号がそれまで女の裸の写真とかを見ても全然ワクワクとかドキドキしなかった。でも初めてワクワクした。この感覚のために彼は数ヶ月間研究所に通って電極を埋め込まれこれを感じるように調整されていたんだよね。B19 号は女の肌に触ったと。でそのままベッドの上で、えー、雇われた風俗嬢相手にセックスを始めるんだけども 考えなくてもなんとなく体が動いたように感じると。しかし時々なんか肩をつつかれて続けなさいっていうふうに命令をされているような気がした。B19 号の脳の奥に埋め込まれている9つの電極。9本の細い針が彼の脳の一番奥の、えー、とね、 中核屋っていう部分かな。あの、消化体とかがある部分。そこまで深く差し込まれていて、9本の電極。それが4本のコードに束ねられて、で、データが送られている。で、そのコードは隣の部屋に続いていて、計測器の前に4人の科学者がかがんで見ているんだよ。で、科学者の1人が指示を出すと、わずかな電気が、その B19 号の快楽中枢に向かって、電極に向かって流れる。で、 彼が女に対して積極的な行動をとると、わずかな快感信号が送られる。それは B19 号にもわからない。あ、信号が来たとかわからない。ただ、わずかなわずかな前へ進めとか、そのまま続けなさいというふうに言われているような気がずっとしている。これ実話なんだけども、この指導の治療者、若き天才脳科学者、ロバート・ヒースは、ある仮説を持ってたんだよね。ヒースはある仮説を持っていて、 うつ病とか、統合失調症とか、アルコール中毒とか、依存症。まあ、僕らも、なんかこう、覚えがあったり、自分たちの近くでそういう人がいたり、ちょっと自分にもそういう気がある。そういう脳の、なんだろうね、症状。な,な心の症状。これらの病は、すべて脳内の快楽に対する回路。あの、喜びを感じる回路が故障してるから起きる。というふうに、ヒースは考えてる。例えば、 犬がいて、その犬が撫でられず、ろくに餌も与えられず、いい子いい子ってされず褒められず、もう叱られたばかりで蹴飛ばされて、でその叱られ方蹴飛ばしかされ方に全く法則がなかったらどうなるだろうと。そうしたらそういう犬はおかしくなってしまう。なんか群れから孤立してしまって、自分自身の体をあちこち犬って噛むよね。そういうふうな犬って。尻尾とかあの足とかを噛んで、でだんだんあの動かなくなって、ついに犬は死んでしまう。快楽を与えないと、 犬ですら死んでしまうと。何かやった時に脳内に楽しいこと、嬉しいこと、快楽がないと、僕ら高等な脳で活動している生き物は犬ですら生きていくことができない。人間が心の病にかかるというのは何かっていうと、今話した犬の例と同じように、心が喜ぶっていう回路が壊れてるからと。この統合失調症とかうつ病とか依存症、ヒースはそういうふうに定義したんだよね。まあ、回路が壊れてるか、機能不全になってるか。 ロバート・ヒースはこの仮説をまず動物で実験したと。で、次に人間で依存症とかうつ病患者を治療したと。治療したんだよ。えその結果、驚くべき治療実績が、まあ、どんどん得られたので、ついに1960年当時、この頃ですね、その精神病の一つだと定義されていた同性愛の治療にも使えるように、これを証明しようとした。それが冒頭の実験なんだよ。同性愛っていうのは1 9 0 0 20年30年から70年代の半ばぐらいまであの精神障害マニュアルっていう患者の治療のフォーマットみたいなものがあってその中で病気というふうに定義されてたんだよね例えばそのイギリスのアラン・チューリングっていう天才的な数学者であのコンピューター作った人チューリングテストあの人がその第二次大戦中にドイツのエニグマっていうその暗号装置を破るためにコンピューターを作り上げたんだけどもさでもそのアラン・チューリングは 後に自分がゲイであるっていうふうなことがバレてしまって逮捕されるんだよね。だからあのゲイは病気でありおまけに犯罪であったから。で病院で治療してホルモン注射を受けるかもしくは刑務所に入るかっていうなんか厳しい選択を迫られたんだけどもあの同性愛っていうのは治療すべき病気だと考えたんだ。まあ、今と全然違うんだけど。でそのためにですね治療を希望する患者っていうのは 当時、いいくらでもいたんだよ。その一人が24歳の白人の B19 号 B19 号は脳の奥に電極を差し込まれでホモセクシャルっていうのを今治療されようとしているさてここまでの話は、アメリカの学術誌の「行動療法実験精神医学ジャーナル」という雑誌1972年号に7ページにわたって掲載されている本当の話なんだけどここからこの本始まるんだ。これれがね、あの72年に公開されたんだけども、 これのベースになった1960年代、アメリカのね、ニューオーリンズ州にある、テュレーン大学というのがあるんだけど、テュレーン大学っていうのは、こういう画期的であり、また同時に悪夢のような研究と実験が繰り返されていたと。60年代からベトナム戦争に入り、70年代はベトナム戦争、反戦運動の時代だったんだよね。で、その時代の、まあ,あ、大きな変化、時代の大きな変化で、ホムセクシャルに対する見方も変わってきたと。 60年代までは病気であって気の毒であって治療すべきで場合によっては逮捕すべきような同性愛も70年代に入ってそれは人間性としてありなんだそれも一つのなんかあり方なんだっていううなことが、急に肯定されるようになって逆にあの同性愛を治療しようとする医者が社会の敵になって攻撃されてまあなんかどん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 炎上するような時代になっちゃったわけだよね。 でその時代の大きな変化でその天才脳科学者ロバート・ヒースも実績とかね実験をもう批判を受けて大炎上しついには医学界科学界、界科からも存在を消されてしまった。だから実はこの本がで出るまでロバート・ヒースっていう人を21世紀の脳科学者神経医学者たちはほとんど知らなかったんだ。だ そのいろんな人へのインタビューとかいろんなあのシンポジウム行ってかの,の,の取材でロバート・ヒースのことをほとんど誰も知らないっていうのがどんどん明るみに出てくるんだけど彼がその50年前にやった実験っていうのが全部封印されてるんだよねちょうどねこういう状態だったんだけども えっと、脳の一番奥に電球を差し込んで、そこで電気を流すことで何かができるっていうふうにロバート・ヒースは考えたんだ。で、60年代には奇跡の発見として、それは、あの、マスコミが持てはしたんだけども、えー、ヒースの治療は70年代に入ったら禁断の人体実験っていうふうに言われるようになってしまった。で全ての記録は封印されてしまった。で、えー、ヒースの研究や治療は、 まあ膨大なねレポートとかあと映画フィルムとかビデオもあったんだけどもそれらの公開をいまだにいまだにだよテューレン大学は封印してるんだよ断ってるんだよね誰にも見せることができないとだからもうこれなんだよ何かすごいことがあってものすごい成果があったんだけども彼らは怖かった何より怖くて仕方なかったから自ら開けた恐怖の穴を慌てて塞いだなかったことにされちゃったんだよなで あのこれあなんでアキラ出していくるのかと意味があってさアキラって70年代80年代以降の作品じゃんつまりヒースがやった実験っていうのが忘れられたあとドラッグカルチャーになってからなんだ人間の精神を電気で操れるっていう50年代60年代の実験が封印されてでそれが全く過去のものとして誰も知らない状態になってから70年代80年代はドラッグの時代になったんだよね。人間のの精神っていうのは 薬で変わっていいくという,ふうに思われただから「アキラ」という作品が生まれたわけなんだけどもところがところがところがなんだよ21世紀に入ってからかつてロバート・キースが発,発明し実験した同じ治療法が次々と再発見されることになるんだよね、えー、再発見したのはヨーロッパやアメリカの神経学者でそういう誰もがロバート・キースの名前を聞いたことがなかったんだよ人間の脳の一番奥、えー、中核野と呼ばれる 部分に極細の針を差し込んで極めて弱い、えー、電流で刺激するとこの治療法を脳深部刺激療法というと脳の深部深いところを刺激する療法だよね脳深部刺激療法っていうんだけどもこの研究は現在ですね、えー、すごい注目されてるん実は21世紀になってまあ具体的に言えばね2015年あたりから 急激に注目されるようになってで、今その研究に最大の援助を与えているのが、アメリカ国防高等研究計画局というところなんだあんまりね、聞かないよね、軍部の一つなんだけども、えー、なんでこんなことになったのかっていうと、1957年10月4日、ごめんな、どんどん時間を遡って、えー、1957年10月4日、ソビエト連邦は世界に向けてすごいニュースを発信したんだけども、我がソビエト連邦は世界初の人工衛星、スプートニク1号を打ち上げました。 っていうニュース。で、このスプートニックショックはアメリカ人を揺さぶって当時のアイゼンハワー大統領は直ちに対抗手段を打った。で、対抗手段として2つの組織を作ったんだ。えー、アメリカは科学技術で二度と遅れを取ってはいけない。特にソ連相手に遅れを取ってはいけないと。えー、組織の一つは NASA だよね。アメリカ航空宇国局だ。これがアポロ計画を推進させ、月に人間を送り込む。で、もう一つが DARPA。 アメリカ国防高等研究計画局っていうんだけども DARPA はあの NASA に比べると本当に無名な組織なんだけども例えば DARPA の研究で今僕らに一番関係あるのがインターネットなんでソ連の、ね、核ミサイルに対抗するためにこの2つの組織作られたんだよ実はもう本当にそのためだったで NASA の研究は何かというと月へ行く研究するふりをしながら ソ連を破壊できる、地球のどこでも破壊できる核ミサイルを研究しろっていうのが NASA、アイゼンハワーが NASA をとにかく急いで作った理由。まずミサイルの研究なんだよ。で、DARPA ーーは何かっていうと、もう一つですね、ソ連から核攻撃を受ける場合のためだったんだよ NASA はソ連を核攻撃するための研究なんだけど、DARPA ーーはソ連から核攻撃を受けた時に大統領の命令とか、あと軍の報告が確実に伝わる仕組みを作れと。 核攻撃でアメリカ中が火に包まれても、それでもどうにかしてお互いが連絡を取れるシステムを作れと。これがインターネットのあの母体になったんだよね。で、現在、その脳の深部電気治療療法だよねは、今この DARPA からの予算がものすごいんだよで、それで研究が盛んになったと。で、DARPA の研究では例えば、このゼミでも取り上げたことがあるのが TMS っていうやつで、覚えてるかなえ軽頭蓋磁気治療。頭蓋っていうのはあの頭の頭蓋骨ね。 えー、経は経由するのつまり頭蓋骨を経由する磁気刺激療法っていうのがあったんだけどもこの TMS を使えば頭の中の雑音が全てなくなって人間は完全な集中が1時間でも2時間でも続くって話をこの時したんだけどもそれどころかこれの強いやつを使えば人の気持ちが読めるようになってしまうとアスベルガー症候群の人があの人の気持ちが読めるようになってしまってその状態が1週間ぐらいまるまる続く そういう著者の経験を書いた本を紹介したんだけどもじゃあこれを軍事的にどこまで使うかどこまで使うべきか、えー、例えば敵を殺しても全然心が痛まない兵隊を作るのかそれともあの何時間でもドローン攻撃を続けられるなんか究極の集中力を持った狙撃兵だよなを作るのかそれとも敵に撃たれて瀕死の重傷を 追ってもそれでも痛みも感じなければ恐れも感じないっていうそれでも戦い続けるような歩兵人間を作るのか。t m s はあのこういうヘッドセット簡単これは簡単なやつなんだけどもうちょっと複雑なやつをでです、ね、頭,あの頭蓋骨に電極を直に当てて電磁波をピンポイントでこの脳内で焦点を合わせて当てようという装置なんだけどもしかし今日あの僕が話している脳深部刺激療法っていうのはもっと強烈なんだよ。 脳の一番奥の消化体近くにあるマイクロサイズの目標に向けてものすごい細い針を、えー、脳の中に差し込むと脳はゼリー状のものだから実は針を差し込んで抜いてもあの自動的に修復されるというふうに、まあ、言われているんだよねでそこに対して微弱な微弱な電力を流すと TMS よりもっと細かなコントロールとか効き目が可能。 というふうに言われてるんだ。で、海外ではすでに、この、えー、脳深部刺激療法っていうのは、えー、広い範囲の治療効果が認可されている。アルコールや薬物の依存症、過食症や拒食,食症、不眠療法。もうこれなんかも僕らの普段の悩みそのものだよね。そういうふうなものに、ありとある精神疾患に応用がすでに認められていると。例えば、その、粗暴症すぐに、あの、暴力を振るったり、DV を起こしたりするという、そういうような患者に対しての対策に使われていると。 で、この闇の脳科学の中に書いてあってちょっとびっくりしたんだけども、あるアメリカの患者は DV 治療として15年ぐらい前から脳に埋め込んでいたと。しかし、これね、電池交換のために、あの、何年に1回か手術しなきゃいけないんだ。でその交換の手術代がね、50万円から100万円ぐらいかかると。割と高いんだよね。で、それがまあ高いから、割とね、電池切れるギリギリまで我慢して、ギリギリで交換しようという人が多いんだけども、 でその患者、その DV の患者はですね、ある日医者との面談してて、その時は大丈夫そうに見えたんだけども、その直後にあの家に帰って妹に殴りかかって、いきなり昔のように粗暴になって殴りかかって怒鳴り出したと。で、えー、病院に運ばれて調べてみると、やっぱり脳の中の電極の電池切れが起こってたっていうんだよね。だからもともと若い頃から粗暴で何かと暴力事件を起こしてたんだけども、治療後は 電池が続いている限り温和な性格でもう本当にあの人は人は変わったというふうに思われたんだけども電池が切れるといきなり元に戻っってしまったもちろん治る人もいるんだそこでそのずっとそういう治療を受けて1時間とかね45分の治療を3回ぐらいのセッションを受けたらずっと9年間追跡してるんだけどももう症状が出ないという人もいれば今の人みたいに電池、ま、込みで埋め込んでずっとなんだろうそこの 活動を抑えているのに、あの電池が切れた瞬間に暴れ出す人もいるから、これね、まだまだ、その、効くことは分かって認可されている国も多いんだけども、人によって効き目が全然違うんだよね。で、このようにですね、脳深部刺激療法というのは、病気の治療だけでなく、 その人の性格まで変えてしまうことで知られていると。例えば、脅迫神経症というのがあるんだよね。なんかすごい気になって気になってしょうがないっていう脅迫神経症。で、それでね、治った女の人二人のケースがここに書いてるんだけど、一人はもともと完璧主義だったと。脅迫神経症で、だから性格は完璧主義だったと。ところが、この脳神部刺激を何時間か受けて、6回ぐらいのセッションだったから受けて治っちゃったと。と ところが、脅迫神経症は治ったんだけど、完璧主義までね、なくなっちゃったんだって。だから、全然部屋の片付けができない。完璧主義の時は、すごい片付いた部屋に住んでたのに、脅迫神経症が治ったら部屋の片付けができなくなってしまってで、今では手術したことを後悔してるっていうふうに言うんだよね。こんな、なんか神経症が治ってもこんなに片付けられないんだったら仕方がない。もう一人の女の人は、 そのすごい内向的で脅迫神経症で人前で全然喋れなかったんだけどもところが治療を受けたらすごい明るい性格になった外交的になって友達がガンガンできたと。 その代わり、アルコールをどんどん飲むようになって、夫と喧嘩するようになって、もう今家庭内は最悪だっていうふうにその女の人言ってんだ。脅迫神経症が治って、おかげで性格が明るくなって、外交的になって酒ガンガン飲んで、ついに夫と口喧嘩するようになって、今はもう家庭内は最悪ですよ。でも私は最高ですっていうふうに言ってんだよ。この私が好きですって言ってるから、その、 脅迫神経症が治る。この症状は同じで性格が変わるというのも同じなんだけどもその変わった自分が好きかどうかっていうのは人によってすごい違いがあるこの脳深部刺激治療っていうのは日本でも、えー、現代医療の最新トレンドになっててパーキンソン病の治療は日本でもねあの認可されてるんで、えー、保険の適用もありますでしかしね この脳震部刺激治療の歴史は、ね、なぜかねじ曲げられててそのロバート・キースたちがあの1950年代から60年代にかけてやった研究はなかったことにされてるのねさっきも話したんだけどもえ今ねその神経外科業界ではどういうふうになってるのかっていうと1987年キースが実験とかを始めたより40年後だ。 えー、フランスの外科、神経外科医アリム・ベビナットという人がいるんだけど、フランスの外科医のアリム・ベビナットが1987年に始めたっていうのが通説になってたり、あと1999年にベルギーとオランダのチームが脅迫症の治療に使ったのが世界最初っていうのが、もうこれが説になってるんだよな。だから、なんでロバート・ヒースは学会からこんな風に消されてしまったのか。彼は心の病にどんな治療法を発見したのか。 なぜその治療が50年以上封印されたまま埋もれていたのかと。そもそもロバート・ヒースというのはどんな人だったのか。これね、かなりね、ロバート・ヒースが面白い。そして今世界中が注目している脳震部刺激療法の最前線だよね。さっきダーパーがやってるって言った、それの最前線というのは一体どんなことになってるのか。だいたいね、今僕が話したのが、 この本の70ページ目くらいなんで <laughs>、で、残り230ページあるんだけども、本ね、読めば全部書いてるんだけども、税込みでね、2200円の価値は本当に十分。2200円の本なんだよね、これ、文芸春秋の分厚い本で。十分にあるとも、買って損はしない。この脳に電極を刺す方法っていうのはですね、うつ病とか統合失調とかを、まあ、えー、治すというか、正常側に戻す 使い方以外にです、ね、幸せ感です、ね、幸福感を出す快感を与えるという機能があるんですねでもしあの自分の手元にです、ね、そのスイッチがあってです、ね、それを押すといつでも幸せになれるボタンがあった場合人間はその魅力に取りつかれてずっと押しパンしになるんじゃないかという議論があるんですねあのちなみにです、ね、その幸押すと幸せになるボタンっていうのを 猿に与えた、猿を脳手術して与えた実験では、結局あっという間にですね、猿はその脳刺激中毒になってしまって、ボタンを連打するようになったそうなんですけども、いや、こう聞くと、こ,こんな機械が普及することになったら、全世界が、そのいわゆるもう麻薬中毒者、脳電気麻薬中毒者で溢れてしまうという、そういう考え方もあるんですね。まあ反対派の意見はそうなんですよだ。ただですね、その、 あの「スピリチュアルズ」という本を紹介した時にですね人間の心というのはビッグファイブという要素でできているという話をしたんですけどもつまり人間の中でもですねそういった刺激的な幸福感を求める人間とですねあ,のあとそういうのがなんだろうないらないというか邪魔になる人間がいるなというふうに思ったんですね。つまり、極端に外交的なタイプ。つまり もともと心拍数が低いのでいつも刺激的なことを探してる人たちっていうのはもちろんそのボタンを押しっぱなしになると思うんですよところがですねもともとはそのなんでしょうね刺激を外界からの刺激を受けすぎてとにかく落ち着きたいタイプの内向的な人っていうのはボタンを押しただけで快楽を与えるということはやっぱそれは刺激を与える側だからそういうのはいらないんだともっと不安がなくなるようなボタンをくれと。 つまり快感で不安がなくならないなんかそういうねジレンマがあるので実は将来その脳外科的に埋め込まれたですね電極刺激それが麻薬化するとしたら何種類もできるんじゃないかなというふうに思ったりします。